やったやったぞ。僕はついに全てを取り戻したんだ。分かったよ、約束通り教えてあげる。ボスの家だ。もっとも今さら言ったところで手遅れだと思うけど、体を返してくれたら場所を教える。僕はそう言ったんだ。つまり約束は守ったってことに。その体を傷つけたのは君だよ。自業自得ってやつさ。それじゃあね。そうだ、もう少しだ。やったやったぞ。これだ、この感覚。僕はついに全てを取り戻したんだ。本当にセンスの悪い義眼だ。まあ、ないよりマシか。ついでにもらっておくよ。この試作版には特殊な仕掛けが施してあってね。シンク終了後、僕が寄生する方には着付け薬が、元の肉体の方には鎮静剤が、それぞれ速やかに投与される仕組みになってるんだ。ああ、だけど安心して。さっきも言ったけど、僕の目的は君の目の前でリリスと瞳の二人を殺すことになる。だから君のことはすぐには処分しない。君は二人の死を見届けてから後を追うことになるんだ。よかったね。で、話って何？どうしたんだよ突然。最初に出会ったのは僕がマナカを殺した時。父さんがあんたに死体の処理を頼んだ時だよ。でもそれからの12年間は一度も会ったりしてないから。こういうのどれぐらいの付き合いって言えばいいんだろう。半年ぐらい前のことだよ。覚えてないの？熊倉さん、突然僕の前に姿を現してこう言ったんだ。お前本当は人を殺したいんだろ？だったら俺がターゲットを見つけてやる。その代わり俺には殺した奴の目玉をくれ。ギブアンドテイク。俺たちはきっといいパートナーになれるだろう。誰か狙ってる奴がいるの？ちょっと待って。その名前で呼ぶのやめてもらえない？前に言ったでしょ、ダサいからだよ。あんたが独断で決めたんじゃん。僕に何の断りもなく勝手に犯行声明なんか送っちゃってさ。捜査をかく乱するためとか言ってたけど、特に効果があるとは思えないし。あ？自分で考えたんでしょ？僕に聞かれても困るんだけど。それはあんたの問題じゃん。なんで僕に聞くのか理解に苦しむんだけど。そうだよ、あんたは右側反則空間無視って病を患ってるんでしょ。視界の右側半分が見えてはいるのに認識できない。皿の上に盛られた料理も右の半分だけを残しちゃう。殺された奴らの顔も同じ。あんたには顔の右側半分が認識できない。認識できるのは左だけ。左っていうのは死体から見れば右のことで。だからじゃないの？あんたが右目だけしか抜き取らないのは。どこに行くの？それってもしかして警察？話してる間に気づいたんだよ。あんたは本当の熊倉露伴じゃないって。場所を変えよう。じっくりと話聞かせてもらいたいから。ここはね、熊倉さんに教えてもらった場所なんだ。そこで今僕はこうして熊倉さんの体をいたぶってる。なんだか不思議な感じがするよ。
それにしてもこの自白剤はよく効くね。へえ、そっかそっか。シンク装置とかいうやつを使うと肉体を交換することが。すごいな、とっても興味あるな。僕なんだかそれ欲しくなっちゃったよ。その装置の試作版、確か千葉の科警研に置いてあるんだったよね。ねえ君たち、ちょっと行ってそれ取ってきてくれない？ああ大丈夫大丈夫、お金ならいくらでも払うからさ。さてと、準備は完了したし、早速だけど始めよっか。よし、それじゃあ行こう。どう？頭の方はすっきりした？待ってたんだよ。君はこれから始まるショーの唯一の観客。寝ぼけ眼で見られちゃ困るからね。6年前のシンクの後、ローハンの体に寄生した僕は廃人となった。頭の中に次から次へとエラーデータが送り込まれてきたからだ。まあそのおかげで刑務所に入ることは免れたけどね。ローハンの体は瞳に重傷を負わせた犯人だ。必然的に中に潜り込んでいた僕も含めて裁判を受けることになった。容疑は銃刀法違反並びに殺人未遂だけど、僕は6年前ファルコの体になったローハンは瞳の家を訪れ、彼女を抹殺しようとした。でもそれはうまくいかなくて、結局彼は踏み込んできた警官たちによって逮捕されてしまった。その後彼は裁判を受け無期懲役の刑に。まあそりゃそうだよね。だってファルコの体はおびただしい数の人の命を奪ってきたんだから。暗殺者っていうと聞こえがいいけど、やったことは連続殺人鬼と同じ。無期懲役でも軽い方だと思うよ。とはいえ本来であればその刑に服すべきだったのは君なんだけどね。ほんとラッキーだよね君って。それって君自身の話だよね。まだ思い出せないの？君が暗殺者ファルコだった時の本名は？そう、それが君の本当の名前。君は劣気とした日本人であり、だからこそ警察官として採用されたわけだ。その警察官である君がよりによって大量殺人などという重罪を犯した。そんなことが世間に知れ渡ったらどうなると思う？警視庁の幹部の奴らの首が飛び、そのうち何人かは首をくくることになるだろう。そこで連中は君の戸籍を抹消することにした。この世界から柳生隼人という存在を消し去ったんだ。その結果ファルコの体は国籍不明の暗殺者として収監されることになった。証拠番号は89号。それが君の体に刻まれた名前だ。君に与えられた選択肢は2つ、イリスと瞳。二人よりも先に死ぬか後に死ぬか、どちらかだ。もちろん僕は後者を選んでほしいと思ってるけど、誰も見てないところでショーをするほど寂しいことはないからね。さあどうする？三つ数えるから答えを聞かせてくれ。3、2、1。伊達くん、君は花火は好きかい？僕は大好きだよ。ほんの一瞬のきらめき、束の間に見せる洗礼、わずかに秩序の閃光を放ち、たちまち混沌の中へと溶けていく。人の命も同じだよね。宇宙全体の歴史から見れば、刹那の中で咲いて散る。たった一度だけ、瞬間だけ、二度と同じものには巡り会えない。
だからこそ人生は美しい。そう思わない？というわけで、そろそろショーを始めるとしよう。これから君に見てもらうのは、世界で一番美しい花火だ。飛び散る濃晶、舞い上がる血しぶき、ほんの一瞬のアートさ。だから瞬きせずにしっかりと焼き付けてもらいたい。その残された片方の目に。あれ？なんか見物人が増えちゃったみたいだけど。まあいっか。ショーの観客は大いに越したことはないし、君たちも見たいでしょ？花火。それとも見たくない？そっか、見たくないか。それじゃあこうしよう。伊達くん、その銃を捨ててくれないかな。そしたら花火大会は中止にしてあげるよ。僕は引き金を引かないし、この女も速やかに解放する。さあ、そこから銃を投げ捨てるんだ。おっと、そうきたか。条件を飲むつもりはなさそうだね。いいよ、撃ちたいんでしょ？だったら好きにするといい。その代わり一発だけね。君はその一発で確実に僕を仕留めなければならない。もしも外したら、次の瞬間ショーが始まる。この女の脳みそが水風船みたいに弾け飛ぶってことだ。さあどうする？よくできました。だけどまだ花丸はあげられないな。その銃を捨ててくれなきゃショーは中止にならないよ。1分やろう。1分以内に従わなければ僕は花火を打ち上げる。あとそれからもう一つ、君たち4人のうちの誰かが一歩でも動いたら、その時点でカウントはゼロになるから。さあそれじゃ始めよう。よーい、スタート。59 58 10 9 6 5 2 1。ハハハハハハ、君はつくづく間抜けな男だね。僕が約束を守るようなやつだと思う？これで花火の玉は5つになった。君が銃を捨てなければ1つで済んだのに。どういうことかわかるよね？そう、僕はこの女を処分した後、君たち4人の頭も吹っ飛ばすってことさ。まったくバカなことをしたよね。後悔しきりだよね。いいよいいよ、その燃え盛るような右の目。さあその目でしかと見届けるがいい。この女の哀れな死に様を、炸裂する脳中の花火を。じゃあね。